クリスチャンの寄り道を聞きの皆さんこんにちは東京安定テ協会のハンナ斉藤と申します今日は人生のターニングポイントというテーマでお話しさせていただきます以前教会が国分寺市にあった頃当時教会が借りていた商工会館の隣のマンションに私たち家族は住んでいました教会まで歩いて1分で行けましたし新学生になった頃はまだ娘が小学生でしたから 新学校も家から五分弱のビルの中にあったので授業と家事を両立する上でも絶好の場所でした格安のスーパーも道を隔てた隣にあったので主婦としては大助かりでしたそして私は我が家の隣にあった教会に通う中で神様が私の人生にどんなに深く関わってくださり祝福しておられるかがわかり始めました実は国分寺に引っ越す前は 私たち家族は隣の小平市のアパートに住んでいました隣には独身の寡黙な男性が住んでいました主人の勤め先は歩いて5分のところにありましたし私の実家までは歩いて十数分でしたので何かあれば幼い娘を預かってもらえる理想的な場所でしたしかしそんな生活が一変することが起こったのですある日突然隣の男性が我が家に隣り込んできたのです その方はお一人で住んでおられたため、隣から音が全然聞こえなかったので、こちらの声がかなり響いていたことに気づけなかったのです。私たち夫婦はご迷惑をおかけしたことを申し訳ありませんと平心抵抗を謝りましたが、彼の怒りは収まらない様子でした。特に電話でおしゃべりをしていた私の声がうるさかったそうで、本当に申し訳ありませんでしたとお詫びしました。 すぐに主人と隣接する壁に置ける家具という家具を置いて防音に努め極力物音を立てないように息を潜めて生活しましたが次第に精神的に追い詰められていきました幼い娘のためにももう引っ越しした方が良いと判断し毎日必死で探すのですが小平氏には良い物件が見つからず焦っていましたそんな時ふと 以前隣の国分寺市の文城のマンションに住んでいた叔ば夫婦が、今は家を建てて別の場所に引っ越したことを思い出しました。国分寺市の不動産屋さんを紹介してもらえるかもしれないと思って電話をかけました。あいにく叔ば夫婦は留守でしたが、2世帯住宅に住んでいたいとこが電話に出てくれたので、彼女に今の窮状を正直に伝え、不動産屋さんのことをも聞いてみました。 小さい頃から仲良かったいとこは大変心配してくれて、それは大変な状況だから、今国分寺のマンションはちょうど空いてるから、私たちが住んだらいいわよ、と思いがけないことを言ってくれるのです。いとこの優しい気持ちは本当にありがたかったのですが、文庁のマンションを借りる余裕はなかったので、残念ですが辞退しました。ところが、後で話を聞いた叔ば夫婦も、いと この提案にくく賛成してくれてれなんと通常の3分の1の賃貸料で良いと言ってくれたのでとんとん拍子で引っ越しが決まりました引っ越しの日私に対して怒っておられたので帰って顔を出さない方が良いと言ってくれて主人が一人でお隣にご挨拶に伺うと驚くことに怒っていたはずの男性はほからかな声で「いやー奥さんは気を使いすぎですよ」 という声が聞こえてきたので私も慌てて出て行きご迷惑をおかけしたことを面と向かってお詫びできました挨拶の品も心よく受け取ってくださったので涙が出るほど嬉しかったですそして時が経てば経つほど国分自治に引っ越したことが私の人生にとって大きなターニングポイントであったことが分かってきました私は教会に通い始めてからすべてのことについて感謝しなさい という聖書の御言葉を知りましたすべての中には良いことも問題や困難失敗や病気などの悪いこともありますがマイナスの背後に神様の素晴らしいご計画と祝福があるのですべてを感謝するとき神様はすべてを働かせて駅としてくださると聞いて驚きました今起こっていることも過去に起こっていることもすべてです確かに最後は笑顔でお別れできましたが やはりお隣の方にご迷惑をかけてしまったことは正直私にとって忘れたい苦い思い出でしたしかしこの失敗をも神様に感謝した時この大失敗こそが実は私を最善な場所神様に出会えた場所へ導くきっかけであったことに気づかされたのですそして私の心の奥底にあった痛みが消えていきました神様がいかに私の人生に関わってくださっていたのか 失敗をも駅に変えてくださったのかを知って私は深く感動しました。今日は私の人生のターニングポイントについてお話ししました。また皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。それではさようなら。